ジョルジュ・ルオーは、フォービスムに分類される19世紀から20世紀期の、フランスの画家。ルオーは、パリの美術学校で、アンリ・マティスラと同期だったこともあり、フォービスムの画家に分類されることが多いが、ルオー本人は、ガダミや、流派とは一線を画し、ひたすら事故の芸術を追求した、孤高の画家であった。1871年、パリに、刺し物職人の子として生まれた。 ルオーの家族が住んでいたベルビル地区のビレットは、当時は、バスへの労働者街であった。ルオーは14歳の時、ステンドグラス職人、エミール・イルシュに、弟子入りする。後年のルオーの画風、特に黒く骨太に描かれた輪郭線には明らかに、ステンドグラスの影響が見られる。ルオーは修行の傍ら装飾美術学校の野学に、通った。1890年には、 本格的に画家を志し、エコールでボザールに入学。ここで、マティスラと知り合った。同校で、ルオーマティスラの指導に当たっていたのは象徴派の巨匠、ギュスターブ・モローであった。教師としてのモローは、自己の作風や主義を生徒に押し付けることなく、ルオとマティスという、モロー自身とは全く資質の異なる二人の巨匠の、個性と才能を巧みに引き出したのである。ルオは、修正、 モロろへの敬愛の念が厚く、1903年には、モローの急遽解放したギュスターブ・モロー美術館の初代館長となっている。ルオは、同美術館に住み込みで働いていたが、給料は安く、生活は楽ではなかったようだ。ルオ20歳代の初期作品には、レンブラントの影響が見られ、茶形をおもとした暗い色調が、支配的だが、30歳代になり、 20世紀に入った頃から独特の骨太の輪郭線と宝石のような色彩が現れる。画題としてはキリストを描いたもののほか、娼婦、同家、サーカス芸人など、社会の底辺にいる人々を描いたものが多い。ルオは、版画家としても20世紀の最も結出した作家の一人で、1914年から開始した版画集、ミセレーレがよく知られている。 1917年、画商アンブロワーズ・ボラールは、ルオと契約を結び、ルオの全作品の所有権は、ボラールにあるものとされたが、この契約が後に裁判沙汰の種になる。ルオは、一旦仕上がった自作に何年にもわたって、過失を続け、納得のいかない作品を決して世に出さない画家であった。晩年、ルオは、未完成で、自分の死までに完成する。 見込みのない作品は世に出さず、焼却すると言い出した。ボラール側は未完成作品も含めて自分の所有であると主張したが、未完成作の所有権は画家にあるとするルオーの主張が1947年に認められ、ルオーは300点以上の未完成作をボラールの元から取り戻し、ボイラーの火にくべたのである。それが彼の芸術家としての良心の表明だった。 ルオーは第二次大戦後も制作を続け、1958年、パリで86年の生涯を終えた。国葬を賜まわった。ありがとうございます。